いいなって。それってなんか倍音の具合ですよね、多分ね。多分そうですよね。なんか出ててほしい、こう出るのが自分のイメージの中にあるっていうものがちゃんと、うんうん、あの出てきてくれる。なるほど。試し弾き。お疲れ様でした。弾いていただきました。こちらもうね、早速紹介しちゃいましょう。まあ、ちょっとウェポンみたいな、ティーズギター DST デラックス22、はい、イエーイ。でこれはさらにちょっと裏ゆっくり行ってみましょうか、うん、でこのキャラメル色のネックが、はいはい、これ初めて採用されたローステッドメープルのこのマサメのメープルと、ね、まっすぐなこの木目、うんうん、いいですね。いいですね。はい。はい。結構僕このローストの色好きなんですよね。うん、ね、あの、こう、締まりますね。うんうん。キュッとね。うん、こんがり焼けた感じが。マホとも合ってますね。そう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 。一体感がね、うん、やっぱありますよ。あっちのカメラでトラがめちゃくちゃすごい。あ、こっちで撮っときましょうね。すごい。うわぁ。こう、ちょっと角度変えるね。ああ。ああ。今口開いたおっさんの顔がこう映ってるんだよね。でネックはこういうスッと、あ、いいですね。もうね、フェチが触るんですよ。もう木目を見ていいですねって上等ってね感じがしますけれども、はいはい。まあ、これはこの前回紹介したものと違ってこう重量感もしっかりあって、うん、ね、まあ、ロックロック、うん、もうゴンっていうね、受け止めますよっていうサウンドですね、うん、ガンと、うん、ここがやっぱりタイトに出てくれるとやっぱりまあロック弾く人は安心なんじゃないかなって、うん、感じがします、はい、じゃあスペック細かいところちょっと教えてもらっていいですか、はい、ご紹介します。ペグはロック式のペグですね、うん、でローズ芝22フレットアバロンポジションマークで、ピックアップはゼブラの250というのを2つ搭載してるんですけども、5A のレバースイッチなので、5点音が出ます。5箇所ね、うん。2つのハンバッカーですけど、まあコイルタップとかそのミックスとかが出るという風になってます。でブリッジは先ほどの、クラシックとも同じ5等の、うん、2点指示タイプ、うん。で、ボリューム、トーンになっています。ボディは、マホガニ。マホガニ。これ、軽々と山口さん持ってるんですけど、重たいんですよ、うん。あえて重たい個体を押してるんですけども、うん、これ何キロぐらいですか？3.9 キロあります。うん、3.9 っていうのもレスポールの域ですもんね。そうなんですよ。だから、この重たいマホガニでそこをちょっと狙ってるっていうのが実はあって、うん、ロックのね、ソリッドなフレーズを、うん、まあ、バッキングからソロから、もう弾いてもらいたい一心でこれを、ちょっと押してるんですけど。でもね、そんなね、レスポール持ってるような感覚はしないです。うんうん、もちろんね、なんだよ、シェイプ。うん。収まりがそこに来るでしょ。そう、 うん。なんかね、収まりというか、うん。そんなする、してますかっていう感じですね。重量が。3.9 かっていう感じがします。うん。
なるほど。はい。で、最後に、このカラーリングが、タイガーアイバースト。これかっこいいですよね。うん。ちょっとなんかこう、ベンガルチックな。ベンガルチック。ここはね、赤い感じが乗ってていいですね。はい、そうですね、うん。うん。ちょっとスリートーンにも見えるかなというような感じの。うん、うんうん。渋い。これいいですよ。いいですね。なるほど。というようなスペックになってます。うん、どうでしょうこれ、青木さん弾いていただいて、うん、普段弾かれてるモデルと近い。そうですね、うん、僕も5、6年前 の, DST デラックスなので、はいはい、なんかよりこっちの方にとって安心感ありました、はい、ちょっとそっちも見せていただきましょうか、はい、ぜひお願いします、はい、こっちですね、はい、うわすごいこれもかっこいいですねあーってねこれ今見てましたあれかちょっとこれ見せてもらっていいですかはいちょっとおこっちはもうちょっと軽いですね若干うんそっちよりは軽いかもしれない、うん、こんな感じですねこの色やばいですねなんか色やばいっすよね買った時こんな色じゃなかったんですけど、うん、どんどん落ちに落ちて、うん、なんだろう緑なのか黄色なのか大預け伝説のドラゴン感が、うん、あるある出てきてますねちょっとブルーだったんですかトランスブルーデニムっていうカラーでなるほどそれはこっちメイプルメイプル、うん、メイプルもなんかねこう動きますよねこれこういい感じにきますよね、はいなるほど、なるほど。これまたちょっと、仕様は違えど、ね、このローストになってたりとか。そうですね。うん。僕のやつはまだカーボン入る前ですかね。入ってないですね。はい、なるほど、なるほど。こっちはカーボン入ってる。うん。やっぱそのあたりで、強度的には全然変わってくるんですよね。まあ、これはしっかり、その強度がすでにネック材にあるから、ああ、なるほど。補強が入ってない。そうか。ローステッドメイプルの場合、そうです。なるほど。はいうん、まあでもそれも一応そういう不安材料を取り払いたいという、うん、なるほど。まあのメーカー側からのその安心の提供という意味でやってることであって、それがなければならないというわけではないと。うん、その最近そのローステッドっていうのが出てきて、うん、何十年で経ったらどうなるかっていうのはまあ予測できなかったりするから、うん、っていうことですよね、多分ね。そういうことですね。うん、なるほど、なるほど。はい。やっぱでもね、いいんですよね、その、ローステッドの楽器って。うん。うん、それも、その、なんで、こう、なんて言ったらいいかな、香ばしさというか、なんか、響く感じっていうのは、やっぱこのギターにもあるなっていう感じがありますよね。うん、こう、ずしーんとこう、うん、なんだろう、なんかこう、重たく、ツヤがない感じっていうんじゃなく、しっかりこう、上まであって。そうですね。うん。レンジ感がある、うん、サウンドですね。これはいい。やっぱりそのティーズ全般を弾いてて思うことというか、うんまあ、僕が初めてティーズ触った時に強く感じたことなんですけど、はい、しっかり作られたギターって、うん、なんかこう、弾いてて楽しいかと言われると、うん、なんか相当リンクしてないものも世の中にあったりするじゃないですか。はいはいはい、っていうのが、初めて触った瞬間にも握った瞬間にしっかり作られてることは感じたんですけど、うん、弾いた瞬間に楽しいっていうのが分かったんで、うん、あこれはすごい、うん、いい、うん、いいなっていうそれってなんか倍音の具合ですよね多分ね多分そうですよね、うん、なんか出ててほしいこう出るのが自分のイメージの中にあるっていうものがちゃんと、うん、出てきてくれる、うん、なるほどそうか面白いなそういうギターですよ、うんちょっと一言個人的に、うん、これに付け加えると、なんか、どっちのギターもそうなんですけど、エフェクトとの相性がいいなと思って、クリーントーンに振った場合でも、ディストーションでも派手なソロを弾くのも、うん、なんかこう、音作りがしやすくて、うんまあ、表現の幅が広がるっていうところも、まあ、これを手に入れる理由の一つになるんじゃないかなと思ってるんですよね。やっぱギタリストはこう、なんていうか、思い描く、その、像に、こう、音像に近づけやすいギターだなって思いますね。うんうんうん、ピッキングにしろ、音色にしろ。そうですね。あと、この辺のコントロールも、うん、なんだろう、使えなくなるポイントがそんなないというか。ああ、うん、絞っても、はい。うん。なんかこう、フルで出してって思いっきり弾いた時にめちゃくちゃいい音するギターみたいなものもあるので、はい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 、なんかちゃんと弱く弾いても下げても、うん、出したい表現、出したい強さで出てきてくれるっていうのは、うん、僕の場合は特にリードギターをよく弾くので、うん、でピッキングの強度でなるべくクランチからハイゲインぐらいまで弾きしたいなって思ってると、うん、すごい弾きやすいというか頼りになるというか、うん、やっぱそう、マッホがいいですよね、このね、うんうん、マッホとメイプルのやっぱロックの一番なんていうか
黄金率というか、うん、そのあたりが、うん、出てるギターだと思います。だからまあロック系の、あの音楽を聴かれる方なんかをチョイスした方が幸せになれる確率が高いという感じで。じゃあこれもね、サウンドをちょっと聴いていただきたいと思いますので、ぜひサウンドチェックの方よろしくお願いします。どうぞ。